ダザイ・ケスケは JRA の立党トレーニングセンター所属する騎手。父は調教師だったダザイ・ヨシヒト。義父に安藤・光明元騎手。叔父に安藤・勝美機騎手。義理の弟に地方競馬の安藤・陽一機種。騎手。1998年競馬学校騎手課程第14期生、ダザイ・ヨシヒト所属騎手としてデビュー。同期には池添健一、白浜雄三。 坂井学村がいる。デビュー年は合計34勝を挙げ関西のフェアプレー賞を受賞、また2006年にも同賞を受賞した。初起場初勝利場のほか重賞、GI への初起場も父の管理場にて記録するなど、デビュー後、父義人より管理場の大半の起場を託されていた。2005年4月にフリー騎手となるが、 天校後も起乗は勝利数を伸ばし、2009年には自己最高となる45勝を挙げ、デビュー年度より13年連続で2桁勝利を記録している。なお、当初は2007年3月21日付で再び、太宰義人旧社所属となる予定であったが、19日に父が亡くなったために引き続き、フリーとなっている。 デビュー1年目の函館山菜ステークスを皮切りに、毎年重賞への帰乗を続け、2000年、ネギスステークスや2001年喫下賞などでの連帯実績があったものの、勝ち星を挙げるまでには至らず、JRA 重賞は未勝利であったが、2011年4月23日に、福島品馬ステークスを踏みのイマージンで優勝し、14年目、帰乗112戦目にして、 重賞初勝利を挙げた。同馬とのコンビでは6月19日のマーメイドステークス12月18日の愛知杯も制し、それぞれ自身の重賞2勝目、3勝目となった。2011年9月27日、安藤光明騎手の長女と結婚した。2016年4月30日、京都第二競争で勝利し、JRA 通算500勝を達成した。 ありがとうございます。